代城主列伝。こんにちは。尾張七代当主徳川宗春卿の研究者の北川雄一です。名古屋城の歴代城主の第1回目、第5代当主徳川五郎太についてお話ししようと思います。まあ、名古屋城の城主といっても、この五郎太という人物は残念ながら名古屋に一度も来ることなく亡くなってしまっている人物なんですけれども、でもこの人物、尾張徳川家にとってとても大切な地位を占める人物なんです。さて、彼はどんな人物だったのでしょうか。今回のこの朱印の中で絵は非常に子供の絵に描いてありますね。五郎太というのは名前を見てもお分かりのように忌み名を受けてはいません。ですから幼名のまま五郎太と名乗っています。この幼名というのはどういうことなのかっていうと、尾張の初代藩主義直卿が子供の頃に名乗ったのが五郎太です。ですから尾張の歴代藩主の嫡男がまだ子供の頃はこの五郎太という名前を名乗ることになっていたんです。もちろんこの五代徳川五郎太は四代藩主義通の嫡男でしたから、五郎太という名前を名付けられました。ただこの徳川五郎太は子供の頃に亡くなってしまっておりますので、尾張徳川家の直系の嫡男としては最後の当主なんですね。生まれたのは宝永8年正月9日、これ旧暦なんですけれども、新暦のグレゴル数暦、今我々が使っているこの暦に直すと1711年2月25日になります。父親が亡くなり、聖徳3年8月29日に家督を相続いたします。ところがその年の聖徳3年10月18日グレゴリウス暦にしますと1713年12月5日に亡くなってしまいました。万でいうと2歳、数えでいうと3歳です。まあ2歳といっても後半ですし、それなりの意識はあったんじゃないのかなと。まあ皆さんにとってこう3歳の頃の思い出ってありませんか。私の場合ね、阿蘇山に落ちかけたり交通事故にあったり、なんかいろんな出来事がありまして、結構3歳の時の思いっていうのは残っているんです。それなりの意識があったかなというふうに思うんですけれどもね。でもそんな小さい頃に彼は亡くなってしまうんですよ。ですから名古屋に戻ってきたことは一度もありません。江戸で生まれて名古屋に戻ってきたことは一度もない。すなわちお城の中に入ったこともない。ただ城主であったのは間違いありません。短い期間ですね。もう本当に2ヶ月にもならない期間でしたけれども、でもそれでも城主であったのは間違いありません。で、さらに彼はとても大切な地位を占める人物だったんです。今日はそこのところを見てみようと思います。もうとっても複雑なので、細かいことはそうですね、このビデオとは全く別の詳細を表す、まあ詳しく書いた、プロフェッショナル編というのも作ってみようかなと思ってます。これ後日にやろうと思ってますけども、今日は一般向けにできるだけわかりやすくお話をしようかなと思っております。五郎太は、尾張徳川家の第5代目、直系ですから、そのままずっと遡っていきますと、どうなるかって言いますと、父親の義通、その前の綱信、光友、義直という、まさに尾張徳川家のもう直系中の直系の存在なんですよ。でも五郎太は先ほど言いましたように、数えで3歳で亡くなってしまってますから、結果的には五郎太の後は、叔父である継友、そして私の研究対象である宗春卿へと代が移っていきます。この五郎太について何が大切なのかと言いますとね、この血筋なんです。今の私たちの世代で血筋をすごく考えなくちゃいけないのは、
天皇家ぐらいなものなんですけども、江戸時代というのはこの血筋こそが全てだと言っても間違いありません。その血筋について少し見てみましょう。この五郎太、もちろん徳川、尾張徳川の直系ですけど、大おばあさん、曽祖母にあたる千代姫様、この方が三代将軍家光の子供なんですね、長女なんですね。つまり五郎太は三代将軍家光から見たらやしゃごなんですよ。これこそ、まあ女性は入りますけど直系の子孫なんです、家光公にとってね。これはあんまり知られていないんですよ。ただこの千代姫のことについてはまたどこかで別して取り上げたいなとは思っておりますけれどね。ということは、その五郎太が生きていた前後の将軍、六代家信とか七代家継にとっては、もういとこの家の子供たちですから、やはり非常に他の家に比べて近い存在だったんです。一方、五郎太にとって大切なのは父方だけではなくて母方もなんですね。母方、お母さんは九条助子さんと言います。九条家ですね。九条家というのは五節家のうちの一つ。九行、貴族のことですね。貴族というのはちゃんと順位がしっかりしておりましてね。摂家、清賀家、大臣家、右林家、名家、藩家。まあ、大体日本の大名というのはこの藩家に相当する。ちょっと上になると、右林や名家相当すると言われておりますけれども、この摂家というのは公卿の中でもトップ中のトップなわけですよ。その五摂家と呼ばれているのは、近衛、九条、二条、一条、高塚佐と言います。この中でも2番目にあたります、この九条流のトップでもある九条家の出身なんですね。この九条家遡ってきますとですね、助子さんのお父さんの助実さんのおじいさんは高塚家でも、ここは御用勢天皇の姫である清子内親王の子孫なんですよ。御用勢天皇と言いますと、ちょうどこの五郎太が生きてた時よりも120年ぐらい前に活躍された天皇さんです。ですから120年ぐらい前ですから、皆さん今から考えてみてください。120年前の皆さんのご先祖さんが天皇だって言ったら、なんかすごく身近に感じませんか？それぐらいのところに五郎太さんはおられた。この御用勢天皇っていうのは、豊臣秀吉とか徳川家康が活躍した時代の天皇さんです。この九条家、もう少し見てみますと、どうなっているのか。これがですね、非常に面白いんですよ。母方のご先祖さんになんと豊臣家があるんですよ。豊臣貞子と言います。この豊臣貞子のお父さんは豊臣秀勝であり、そしてそのおじさんが豊臣秀吉です。豊臣秀吉のお姉さんの子供が豊臣秀勝で、その子供が豊臣貞子となるんですね。なら、この豊臣秀勝の奥さんは誰か。浅井郷、あれ、どっかで聞いたことありませんか？そうなんです。織田信長の妹のお市の方、お市の方の娘ですね。淀君の一番末の妹ですよ。この淀君の関係もあったために、豊臣秀勝と浅井郷は実は結婚していたんです。その時に生まれた子供が、豊臣貞子と言います。で、この豊臣貞子は、もう豊臣家ですから、五摂家の中の九条家に嫁いでいく。そしてその血を受け継いでいるのが九条助実さんであり、九条助子さんであり、その血を徳川五郎太さんが受け継いでいる。つまり五郎太さんは豊臣家の血筋を受け継いでいるんですよ。でも浅井郷って聞いたことありませんか？織田信長の姪である浅井郷は徳川の二代将軍徳川秀忠に嫁ぎます。そして浅井郷と秀忠の間に生まれたのが三代将軍家光。その家光の長女が千代姫。そしてこの千代姫が尾張徳川家の二代藩主光友に嫁いでいますから、徳川五郎太というのはなんと
父方も母方もどちらも織田信長の血を受け継いでいるということになるんです。これもなかなか面白いなぁと思いませんか。また九条家を調べてみますと、どういう人物がいるかというと、福井松平家、家康の次男結城秀康という人物がいますけど、この人の血も受け継いでいる。すなわち五郎太から見ていると、母方も実は徳川家康、東照大権現家康の血を受け継いでいる一族ということになるんです。それだけではありません。五郎太のお母さんの助子さんのお母さん、すなわち九条祐真さんの奥さんは賢宮益子親王と言います。親王、そうなんです。五郎太さんから見たひいおじいさんは五歳天皇という天皇様でもあるんですよ。ここもまた御用勢天皇からの直系ですから、すなわちこの五郎太さんはなんと御用勢天皇を二つの系列からその地を受け継ぎ、そして自分のひいおじいさんが天皇であった。どうですか、驚きではありませんか。天皇家、御設家、徳川家、織田家、豊臣家、それらの血を一身に受け継いでいた存在がこの徳川五郎太さんなんです。父親の徳川義道さんというのは将軍になりかけてはいたんですけど、残念ながらなれなかったんですね。というかならなかったというのが正解ですけれども、でもそれと同じようにずっとそのままなっていたら、五郎太さんというのは最も日本の中でそうした力強い血を受け継いだ人物であったわけです。そうなるともう周りの人がこの五郎太さんに対していろいろと見るのは間違いなかったでしょうね。残念ながら彼は後を受け継いで2ヶ月後に亡くなってます。何かこう文章によりますと脳内出血のようなことが起きて倒れて死んだみたいなことが書いてありますけども、毒殺じゃないかなって私は見てます。中には八代将軍吉宗によるものだなんて書いてる人もいますけど、全く違う意見を私は持っています。でもそれについてはまた別してお話をしていければなと思っております。徳川家の中で随一の血統を持っていた徳川五郎太、第五代藩主、いかがでしたでしょうか。次回は五郎太のおじい様である第三代当主徳川綱信についてお話をしようと思います。